ええー、今日は少し軽いですね。社会的な話題。を、まあ、取り上げようかと思いますが。えー、っと、私は一、まあ、年中なんか動き回ってるわけですね。まあ、新幹線、まあ、三日に一遍というか、二日に一遍というか、乗っておりますし、まあ。在来線も乗りますし、地下鉄も乗る、タクシーも乗るっていう感じなんですね。最近ではバスはあまり乗らなくなったんですけど。えー、っと、それ以外の交通機関は、まあ、歩くことを含めてですね。 交交通通機機関関から交通機関へとですから私に電話をしてなかなか通じないっていう人が多くて非常にご迷惑をかけてるんですがいや実はあの公演なんかしたりテレビ出たりし,たしてる時はもちろんあの携帯出れませんしですねそれから交通機関に乗ってる時はほとんんど無理なんですよねですからまなかなかあの携帯電話に出るっていうと大体家でぼっとしてる時なんていうもんなんで。 あんまりないんですよね。あの物を書くときも、だいたい電車の中で書いてるっていうようなことが多いもんですから。えー、ところで、その、今日は公共交通機関。というものをちょっと考えてみたいと。私がいろんなところに行きますとね。とにかく一番強い虐げられてるのが自家用車なんですよ。例えば、あの規制もですね、自家用車の場合、あそこに止めちゃいけない、ここに止めちゃいけないっていうのがいっぱいあるんですね。で、バスっていうのはですね、不思議なことにですね。 なんか駅の一等地のところにバス停があったりですねそれからどこでも一番いいところにバス停があるんですよそれで全部を排斥しましてねこの頃あのバスの運転手っていうのはもう本当に立ちが悪くてですね俺たちは王様だかららお前らっていう感じなんですねでこれは何によってまあバスの運転手さんが悪いわけじゃなくて社会というかまあ JR なんかもそうなんですが警察なんかもそうなんですけど。 まだ考えがかなり古いんですよ、ね、であまあもちろん誰でも知ってるようにですね、えー、客を人を運ぶという手段は昔はまあ鉄道だったわけです。1960年というのをまあ考えますと鉄道で移動する人が75%つまり4分の3ですね4人に3人は鉄移動する時は鉄道で移動するって、まあ、そうですよね僕なんか歩,く歩いて駅まで行って鉄道に乗る。 その当時、自動車というのは23、二十三パーセント、まあ、船が一パーセント。ってまあこんな比率なんですね。まあ、自動車も自家用車がそれほど発達したわけじゃありません。一九六十年、だいたい二十件に一件の自家用車の保有率でしたから。今のように全員が持っているのとは、もう相当違う状態であったわけですね。それで、まあ、そういう時代の時にですね。えー まあどうだったかと言いますとそれはもう鉄道が第一それを補うものとしてまあバスを使うという、まあ、そういう状態だったわけですね。ところが2008年の統計をちょっと今見てるんですけれどもこれは中学生の地理の教科書を見てるんですけども2008年ではもう鉄道は 35%3 分の1になりましてね。 自動車が57%半分以上に変わってるわけですね。でやっぱりその全体的に鉄道の利用度が減って、まあ、自動車の利用度が上がってきたと、まあ、いうことですね。あとは若干多様化しましてね、まあ、いろんな交通機関も使われるようになってきたと。まあ、船はまあ1%しかなかったんですけど0.3%に減ったりしてるわけですね。 だ航空機もかなり増えてきました、まあ、そういうのが一つとですね現在の時点でどのくらいこう輸送してるかってなかなか統計が難しいんですね難しいのは全国平均を使うのもちょっとあれだしそれかといって、えー、っとまあ東京なんかですと地下鉄がすごく発達してるので地下鉄とか電車の利用度が高いし 地方に行ってほとんど鉄道がないところではそれは自動車に決まっているわけですから自家用車がほとんどだと、まあ、1軒で3台ぐらい持って軽自動車も含めて使っているわけですね、まあ、それを大雑把に見ますとですねえー、っとあの、えーまあ、二酸化炭素の排出量で見ますとね、まあ、大体二酸化炭素の排出量は大体1人当たりの移動の数みたいなものに相当しますが現在ではもう自家用車が50%。 半分なんですねでタクシー結構多いようですけども1.7%バス1.8%っていうような感じなんですね。でもちろん自家用乗用車は1人が移動しますがタクシーはタクシーの運転手さんと乗客の2人なんですけど、まあ、運転手さんはこれ運ぶという運ばれる人というわけでもないのでバスの場合はまあ平均して10人ぐらい乗って。 てるでしょうかね。ま10、あ、人は乗ってないから、まあ10人としますとだい,いバスが15%ぐらい、まあ、タクシーも10%ぐらい、まあ、バスも10%ぐらいかもしれませんね。ですから、えー、感じとしては現在自家用乗用車が運んでいる人が40%、それからえっ、ー、とバスが10%、それからえっ、ー、とタクシーが10%っていうのはな感じで見るとちょうどいいんじゃないかと思いますね。 これはの名古屋市なんかで見ますと私名古屋市いるんで名古屋市でバスを利用してるこれはかなり厳密に出てるんですけども全陸上交通の中の中2.8%しかバスは人を運んんでおりませんほとんど1人か2人しか乗ってないっていうようなこととかですね地下鉄とか電車が発達してるってことにもよるんで全国それでいいってわけじゃないんで全国的には自家用車40バス10タクシー10っていうのはぐらいに考えるとですね だい,たい人が頼るる交通機関のの現在の状態といううになるでしょうそうしますとねえー、と全人の移動の40%になっている自家用乗用車っていうのは公共交通機関じゃないのかっていうことなんですよ。いうことなんですよ。私はねもうすでに公共交通機関ではなだと自家用乗用車はもう前からもう公共交通を主体用に担っていると思うんですね。 あの自家用車が交通あの公共交通の,この主体を担ってるからこそこの日本が成り立ってるんじゃないかというふうに思うんですね。でかつて自家用だから公共じゃないんだと公共って一体何なんだと <laughs> それで公共交通機関の定義なんか言いますとねなんか不特定多数を乗せなきゃいけないって書いてある。だけども自家用車も言ってみりゃ不特定多数なんですよ。 ああるるる自家家用車にはある家族が乗るけどだけどもそれはある地域から見れば不特定多数が乗ってるわけですよだからここでいう不特定多数が乗るものを公共交通機関だという言い方はですねちょっと外れてるんですねそれからもう一つはですね私あの名古屋の金山っていう駅でまあよく利用するんですけども金山駅は全部駅の一番いいところは全部バスなんですよ。でタクシーも乗用車も全く停車できないんですよ。 停車すすらでできないんですつまり家族を降ろすことすらできないんですよ全部バスが閉めてるんですねたった2.8%のバスがまあバスは必ずいいとこ閉めるんですよなんでかって言ったらですねだからちょっとこれバスが増便したからそこ開けてくれよとか言ってですね交渉するんですよところが自家用車の人は交渉できませんからねだから自家用車が少しずつ少しずつ追い詰められるんですよ ところが降りる人を見てますとね、自家用車から降りる人ってまあ普通の人もいますけど、大体家族が送りますから、おばあさんとかおじいさんとか、荷物をいっぱい持った旅行に行く人が乗ってるんですよ。だから、どっちかったら、まあ、かわいそうな人ってくんないんですけど、大変な人は自家用車で来るんです、まず見てると。それは今ね、あの、各家に車がありますから、それはおばあちゃんが出かけるとか、 家族が旅行に出かけるって言ったらやっぱり車で送っていくんですねなんとか都合をつけてこれ公共交通機関ですよ絶対にそれからタクシーがその次ですよやっぱり辛い時はタクシー使えますからねそれからこう言っちゃバスの人に悪いんですけどもバスから降りてくる人が一番元気ですよ時間の余裕もあるんですね時間の余裕ない人はまあ地下鉄を使いますだからバスをの使ってる人ってのは非常に恵まれた人なんですよ 漢字と,としては自家用自動車に家族に乗せてきてもらってる人が一番かわいそうな人なでこれがですね金山駅なんかって遠くに泊まらざるを得ないんですよ全部駅前泊まれませんからだから遠くにおばあちゃんが泊まってですねとか重たい荷物持った人が泊まって雨の中をですね傘さして一式目歩いてるんですよ。その横でですねバスは一番いいところにバーッと泊まってそこから元気のいい若者がバンバン若者とは限られませんがいろんな人が降りてくると。 その人たちは大体どこ行くかっていうと大体遊びに行くんですよね買い物とか時間的制約がないですからねだからそういう状態を見ますとねやっぱり私は自家用乗用車を公共交通機関と認識してタクシーもそうしてバスと別にバスを意地悪するわけじゃないんですがバスと自家用車とタクシーは同じ公共交通機関の一翼を担ってるんだとして交通行政をやった方がですね よくいいと思うんですねやっぱりどうしても日本の交通行政というのは懲らしめるタイプの交通行政なんですけどもそれを利用者のための交通行政というものに変えたらいいんじゃないかと思います。